はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、お悩み解決いたしますということで、8月号のですね、解消課題5文字解消ですね、そのこの窓という字ですねをレクチャーしていきたいというふうに思います。この字ですね、書き進めていく生徒さんの中でですね、ちょっとバランスが取りづらいというところの話を聞くんですけれども、どういったところに着目してですね、書いていったらいいかというところなんですけれども、まあこちらのですね、ところにも書いているんですけども、この斜めですね、この斜め、心のですね、右上がりをですね、注意して書いていくんですけれども、その右上がりを注意して書くためにはですね、一番ポイントとなるのはこの無なんですね。この無の書き方、この大きさ、そしてスペースの取り方がですね、ポイントとなってこの心の右上がりが書けるというところなので、そこの無はどういうふうに書けばいいか。意外とですね、ここ、皆さん小さく書きがちなんですね。そうではなくて、意外とここの真ん中がですね、しっかりとドンと構えている、ドンと書かれているからですね、この心ですとか冠が引き立つといったところですので、そこをですね、注意して書いていきたいというふうに思います。はい、じゃあこの真ん中に書いていきますね。はい、浮かんむり。1、2、はい、これおなじみですね。次2画目。はい。3画目。すっと右上がりで押さえていきます。はい、この4画目しっかり書いていきましょう。はい、ここからしっかりと左にこうですね。はい、5画目、はい、すぐに右に折れていきます。はい、6画目はこの4画目にちょっと平行でちょっと長めで右上がり、ここですね、右上がりはしっかりとで、この無をが小さくならないようにですね、書いていきます。はい、心、はい、入室部分右上がりにしていきますね。はい、しっかりと書いていきます。はい、この六角の横角、転接部からの横角のこの平行でですね、こう入室していきます。で、はい、最終角は下あたり。はい、このようにして書いていきます。ここの真ん中ですね、ここしっかりとですね書いていきましょう。で、この右上がりをですね、しっかりとまとめていきましょう。はい、こういったところにですね、注意して書いていっていただきたいというふうに思います。はい、今日は以上です。